松本博夫でございます幸せも半ばになりまして何かと皆様お忙しいところ、えー、こんにちはお集まりいただきましてマカトリアンエございますラマンチャーの男という東方ミュージカルを上演されます初演は26でございましたもう50年以上になります、えー、本当に感無量でございます自分は人間として俳優として 幸せなものでございます、えー、2月とにかく一月間長期間でございますが無事千秋楽を迎えるよう一生懸命努めたいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますアルドンザをやらせていただくことになりました松たか子ですまたあの出演させていただけるチャンスをいただける日が来るとは本当に思っていなかったのでいただいたチャンスを なんとか使い切りたい使い自分を使い果たしてこの公演に臨みたいという思いで出させていただくことになりました自分のベストを尽くしたいなと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますご自身の中でも大切な作品だと思うんですけれどもどういうところからこのファイナルにしようと決めたのかを教えてくださいあの,あの3年前ですか あの公演がございました天と大阪のもうその時に自分はもう最後だと思っておりましたけれども市場のこの混乱した状態で東方さんがちゃんと「ラ・マンチャー」の2月の公演を維持してきてくださってそして私には話が今回の2月の来年の2月の公演びっくりいたしました。 これを実現できるということは自分はともかくとして東方さんのお力とそれから歌舞伎俳優としての博王を歌舞伎座から書き出してくれる松竹さんの皆さんの演劇人としての良心良心というものではないかとこの作品が素晴らしいと博王は,は思っておりますけども私は 白王でございますけど名前は持ってますけど一俳優でございますからあの東宝さんがやらないと決めたらばそれでやれないわけですだからさっき両親演劇人としての両親ということを申しましたけどそういう意味もあるのでございます。もうラマンシャの男は50年以上やってきたんで 『らんまんじゃの男』というミュージカルの作品のテーマとかそういうものとあの俳優白鵬というものの生き方が一緒になっちゃったんですね。夢の叶わないと分かっている負けると分かっている戦いでも男は時に戦わなきゃならないというそういうものをテーマにこのミュージカルはしてますけども。自分の 生き方とそれががテーマが同じような感じら「れるとということがあたりますラ・マンチャ」のとこは小さい時はとにかく怖いとにかく舞台が暗くて舞台見ても怖いし楽屋行っても怖い人しかいなくてまたそのひげもじゃの荒くれ男たちが楽屋で会うとすごいニコニコ。 微笑みかけてくれ、それがまた怖くて <laughs>、とにかく怖い暗い、でもなんか綺麗な瞬間があって、人の心が動いている様子様を見てるっていうことがなぜか引きつけられる舞台ではありました。なんかミュージカルに描くものをもう一つこう自由に。 あの取っ払って私にいろんなものを見せてくれた舞台でもありますしこういうこともできるんだなっていうのをたくさん教えてもらった作品かもしれないです。はい、あのお父様の姿からこれまでにこう学んできたこと吸収されたことということをお伺いいできたらと思います私のようなまだまだな 人間から見ると同じ役をやり続けるやり続ける役に出会うっていうことは恐怖でしかなくてすすごい尊尊敬敬素直に尊敬をします私はまだまだそうはなれないしできればそういう役に出会,う出会いたくないと <laughs> まだまだグズグズ思ってるような。 人間からすると役があって舞台があってお客す見,る見る方がい,いるからやるっていうなんかとてもシンプルな姿をあの父を通して見,見せられているような気がするのでいろいろやっている姿を見て思うのはすごいなという思いです、はい、もう思い出はいっぱいございますけれども。 あのこのミュージカルのテーマである「見果ての夢」という「i m p o s s i b l e dream」という歌はあの私をミュージカル俳優として見出してくださった子菊田和夫先生それからこのミュージカルを向こうのアン,テアントン・マツントスクエア・セアターで見た父まあそのレクイエムのために 歌っておりましたんですけどももう思い出はつきませんねレクイエムを歌うものが一人増えてしまいましたね今回ね残念ながらでもそういうミュージカルで本当に何かさっき申しましたけどえ高子が怖い暗い 何かそういう雰囲気があると申しましたけどそれが人生だと思います我々はそういう方々のお客様に夢を悲しみを希望に苦しみを勇気に変えるのが仕事でと思っておりますラマンチャを通してあ,のあるべき姿のために戦う心というも メッセージだけでも自分としては体は動かなくなったと思いますけどもメッセージだけでも伝えたいとエピソードはもう数知れませんこれを終えた後の歌舞伎役者松本白鸚としての見果てぬ夢は何になっていくんでしょうかもぬけの殻でしょうねきっとこれを無事に終わると2月の28日千秋楽 もぬけの殻になってしばらく歌舞伎俳優としての見果ての夢とかいろいろなことを考えるという気持ちもな起こらないかもしれませんけどもでも4月の歌舞伎座公演は決まっておりますのでそれについて <laughs> あの考えなければならないと思いまして毎日毎日が。 やっぱりそれをやりこなすということで精一杯夢とかラ・マンシャの男とか見果ての夢とかっていうそれが見果ての夢なんですかね自分にとってはね。ラ・マンシャの男が終わったら蒲生さんにこんなふうにしてほしいなとか希望などありましたらあの教えていただきたくて。ラマンっってやってやほしいこと ラマンチャやってほしいです。<laughs> <ん>何をやってほしいことは。ないです。はい。ラマンチャ。いいんです。伝わってなくてもいいんです。<laughs> <い>あの、先ほど白鴎さんからあの。 レクイエムを歌う者が一人増えたというふうなお話で吉右衛門さんについてのですね亡、まあ、くなられたということでとお聞かせいただけるであればちょっとお聞かせいただければと思いますがよろしくお願いしますええもう別れというのはいつでも悲しいものですたった一人の弟でしたから でも今日の会見で皆様方でいつまでも悲しみに浸っていってはいけないと思います。それを乗り越えてそれを跳ね返して自分でこのお稽古から10日か,から始まった稽古2月の本校へそれを皆様へのこととして。 いろいろな思い出はありますけれども見果てぬ夢を歌いたいと思います